鉄板のゲーム&おもちゃ探訪記。まさしくサンドバッグだな。これダメだ。これダメだ。やってきましたよ。ミスター。はい、皆さんお待ちどうさま。鉄板の肉スターです。ではあれです、ね、さあ、ひゃっはー水だー。北斗の拳のザコじゃないんだからね。あの水つけんだよな。関係ないね。今日のソフトはね、はい、あの毎度おなじみのこのファミリーボクシングですけど、はい、そうだね、はい、実はあの秀丸さんと話をしましてね、あのこのファミリーボクシングでね、ちょっと極めてみたいと思いましてね、うん、まあね、ニックスターさんがリベンジしたいっていう、そうなんですよ。あのいいようにやられてるんで、なんとかね、あの力でねじ伏せたいと思いまして、あの皆さんリベンジを応援してください。スピード対パワー、そう、スピード対パワーのね。じゃあちょっと、何本勝負になるか分かりませんけど、ちょっとやってみますか、やってみますか。じゃあ力対スピードで、さあ前回ね、ほぼ4敗1勝ぐらいでニクスターやられてるんですけれども、相変わらず秀丸さんはね、パンチ2のスピード7で、そうだね、スピード7、そうで、ニクスターがね、一応 9-0 の、ね、やつやったんだけど、あまりにもいくらね連打があってもね、スタミナが0っていうね、ちょっとこうやられちゃってる。1試合9-0で、とりあえず9-0やってみる、うん、弱いやってる。じゃあちょっとやってみますか。はい、じゃあ あそうそうね、肉下ちょっとね、あの縦の動きを、ね、少し覚えたんだよね。あ、はい、よいしょ。これやばいな、やべえ、あ、やべえ、やべえ、痛い、痛かった、危ない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 、よし、やばい、やばいな、これこれいける、戻るでしょ。そう、リングで、ね、さあ、さあ、ここは肉下の本領発揮ですよ。痛い、痛い、痛い、さあ、ここは肉下の本領発揮。ああ、食ってる。いや絶対ここは決める。よし、来た。じゃあまたバグってる。いよいよこういうね、あのこれはね、いわゆる気持ち悪いけど、これどこ、これいい、これはこれでいいよ。よし。あの泥試合やね、場外乱闘に強いニクスターですからね。でも足は疲弊してるとはいえ。これはダメだな。あのバイソンのギガトン、これはダメだな。バイソンのギガトンブローのようにね、あの縦回転、よっしゃ。お、すげえ。いや、戻っちゃったけど、いい、我慢我慢。いや、完全にバグってる。これリセットボタンでどうなる、これリセットボタンだろうね。これでちょっと、いける、これでっぽいね。ダメだね。どうするに、はい、すいません、皆さんお待たせしました。今ね、秀丸さんが頑張ってあの、ね、カセットをあの抜き差しして、ね、なんとか復旧しましたよ。いきますよ、はい、じゃ あのさっきのね、流れを組んだままもう一回最初からってことで珍しくニクスターが2勝したのになかったことにされてますよ。皆さんこの動画でちゃんと確認してくださいね。じゃあやってみますか。悪いからな、まあね。ああ、これだ。まだだいぶだね。ラグが。うわ、これ厳しいか。仕留めたか。ちょっとやられたっぽいな。あれ？起きた。よし。やばいやばい。よし。よし。すごい。今の4連、皆さん見てくれましたか、今の。すげえ。1、2、厳しい。さすが、ああ、さすが手数、これはちょっとやばい。仕留めたか。これはちょっとやばいからな。ダメだ。あ、ダメか。うわー、以上。あ、やばい。いやー、やばい、これ。来た来た、3連打。やっぱり。よし、あれ？あ、今、スタートボタン押したね。よしよしよし。あ、ここはね。うわー、これダメだ。これダメだ。さあ、どうかな。でも、ラウンドに救われる？いや。ダメか。体力的に厳しい。あれ？おほら、あれ？もう誘ってるのが分かるけどね、頑張る。あっ、危ねえ。ちょちょちょ、何に追い詰めてきて。あ、これだ。来
たでしょう。カウンター一戦逆転勝ちじゃないこれ。今のは宮田くんらしいな。きたこれダメか。よしよっしゃ、いった、ね、よっしゃ、いった、2発よっしゃ、いった。やっぱこれ、食らうときは食らうんだな、やっぱな、さっきの。いやー、ちょっと厳しいな。 D の3本入ったな。こっちも動きだ。よしやばい、これやばい、これダメか。これは終わっただろ。あー、悔しい。よっしゃね。やっぱ、肉下はパワー9だな。下越しの、よっしゃ。あー、やばい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 、これやばい、これはやばい、追いつられて。ちょっとね。あ、よし。今のボムナイスカウンターだな。これがちょっとボングになるじゃん。カウントいっちゃうな。よし。うわー、怖い。あのカウンター効いたね。今のすげえ効いた、今。いやすごい。しかもこっちも全部、なんかあれかな、あのバグで流れが持ってかれたら、ひでえよな、せっかくニックスター2連勝してたのにさ。ちょっと、あれ。あ、最後、一矢報いるか。おし！ あ、ごめん。やばい。まだね、まだ。もうちょっとだ。うわ！来たよ。もう超集中した。やばいやばい。超集中したからね。すげえ、4発で半分。うわー、これダメだ。やばいね。カウンターを食らおう。完全にやばいね。カウンターを食らおうが、もう前。うわっしゃよし。ジョージ・フォアマンのようなね、完全に神の土みたいな。ね、これさ、ひでまさん狙ってるわけじゃないんだけど、毎回この最後の1回だけね、ニックスターがあの驚異的な驚異的な最後ね。この才能をさ、野球でいうさ、1回勝つためにね、あの大量得点っていうね、もうちょっとうまくできなかったのかね、分配がね。まあ、あの数字的にはあの完敗なんですけどね、ニックスター。でもまあ、前回と同じです。前回と同じになりました。まあ、ちょっとあのバグもあったりしたんですけどね、でもまあ、ちょっとあの珍しくラウンド取れたりもしましたんで、まあね、とりあえずじゃあ今回はこんな感じで締めておきますか。そうだね、また次回も。そうですね、あの皆さん、あのまたお前かって言われるかもしれませんけど、あのちょっとね、こんな感じであの、ね、いろんな第2回、第3回、そうだね、ね、またあのファミリーボクシングちょっともうちょっと鍛えていきたいね。そう、我々もあの極めてね、うまくなって、まあ、数値の割り振りはまたね、あのあれかもしれないですけど、ちょっと肉下いろいろあの計算しながら、またリベンジしたいと思いますので、皆さんぜひね、また応援してください。じゃあ、今日はこんな感じで、はい、はい、じゃあね、またゲームの実況とね、アイテム、グッズの方も紹介もね、どんどん続けていきますんで、ぜひ皆さん、チャンネル登録とフォローの方、よろしくお願いします。それじゃあまた次回も見てね。鉄板のゲーム&おもちゃ探訪機。